皆さんおはようございます。坂上です。ただいまの時間5時10分です。ゆうべちょっとお仕事遅くまでだったので寝るのも遅くなって起きるのもいつもよりも遅くなってしまいました。昨日のレース結果ですけれども、参ったなぁ。いやー、11レースですか、食らっちゃいましたね。123は買えませんって書いて思いっきり123来ちゃいましたね。まあでもしゃあないです。123一番人気だったと思うんで、まあ買うんだったらね、123買うんだったらもう1点2点で買わないとって決めてんで、もう123来たら諦めるしかない。ただ今度12レース、ブス島選手の3着狙いで行ったんですけど、2着ですか。難しいっすね、ボートね。まあだから面白いんですけど、でもブス島選手のエンジンはめちゃめちゃ良かったような気がするので、今日からトライアルセカンドですけど、そのメンバーに入って、ブス島選手のエンジンがどこまで通用するのかというのも楽しみなところだと思います。さあということで、落ち込んでる場合じゃないんでね、今日もちょっと今日こそ取りに行きたいと思いますよ。もうすげえな、思いっきり54歳のおじさんの寝起きの顔だな。いいのかなこんなんで。はい、まあもう行きますよ。じゃあ11レースはい、今日も手書きで用意しました。じゃん。さあ、ピント合いますかね。ああ合いましたね。1号艇平本選手、2号艇浜野選手、3号艇白井選手、4号艇菊池選手、5号艇丸野選手、6号艇辻選手ですね。トライアルファーストから勝ち上がった3選手が外枠、まあエンジンの方も当然トライアルセカンドの内枠の3選手の方がいいエンジン、数字的にはですね、になってるんですが、これ平本選手がエースモーターのはずなんですけど、ちょっと仕上がりがねいまいちっていう書かれ方してる記事が多かったと思うんですが、逆に浜野谷選手が出てるぞってなってたんですけれども、まあちょっと今日ね走ってみないと分かんないとは思うんですが、僕はまあ平本選手好きなんでね、ちょっと平本選手から行ってみたいと思っております。さあということで、予想はこちらですね。11レース。はい、20丸、平本選手。エースモーターのパワーはハテナとなっているんですが、まあ、墨の絵のいいんですしね、逃げてくれるんじゃないかと。で、当然、まあ、イン逃げで買うんだったら、もう絞っていかなきゃいけないんで、対抗。まあでも対抗というか、もうほぼ20丸同等の20丸ですね。白井選手です。白井選手のまくり雑誌入るかというところなんですが、もう絞りに絞って勝負レースとします。132、135、312、315です。そして昨日同様、123は今日も買いません。ですから皆さんは買った方がいいと思います。はい、まあでも13は売れると思うんですけどね、31からで30倍ちょっとぐらいの世界なのかな。まあ手を広げようと思ったらいくらでも手を広げられちゃうんですけど、特にグランプリは誰にでもチャンスがあるので、でも僕は平本選手と白井選手で
11レースは行きたいと思います。さあそれでは今朝のゲストの方誰なんでしょうか。あらあらららら、高橋くん、おはようございます。おはようございます。ねえ高橋くん、昨日トリミング行っていい匂いするんだよね。はい、気持ちよかったです。じゃあ高橋くん、11レースの予想お願いできますか。はい、もう今日も予想してあります。11レース僕の予想は浜野谷選手です。浜野谷選手、はい、なぜならば僕は坂上家の次男坊なんです。ですから2から行きたいと思います。あら、なんかパパの予想より高橋くんの予想を期待してる視聴者の方の方が多い気がするんだけど。はい、僕もそう思っております。そっか、じゃあ高橋は浜野谷選手からね。分かった、ありがとう。起こしちゃってすいません。寝てください。寝まーす。なんだよ、浜野谷か、買いたいな。いやでも買っちゃう、もうそんな手広げちゃダメだから、我慢我慢。はい、さあということで僕は平本選手、白井選手、高橋くんは次男坊ということで浜野谷選手から狙うそうです。さあそれでは12レース参りましょう。12レースのメンバーこちら。とうとう出てきましたね。1号艇峰選手、2号艇原田幸也選手、3号艇桐井純平選手、4号艇トライアルファーストから宇龍選手、5号艇ブスジマス選手、6号艇篠崎弟でございます。いやグランプリって面白いな、本当にすごいメンバーだもんね。この中ではやっぱりトライアルファーストから宇龍選手とブスジマ選手がきっちり着をまとめて、勝ち上がってきたように思われます。ただこちらもご存知のように峰選手、原田選手、桐生選手の方のエンジンの方は数字的にはいいわけであって、さあどんな、仕上がりになってるんでしょうか。さあということでですね、12レース僕基本的に2レースともインからっていうのがそんな好きじゃないんですけど、やっぱりどっちかはね、インがちょっと負けて高配当であってほしいと思ってる方なんですけど、今日はですねあえて両レースとも1から攻めたいと思います。12レース僕の買い目こちら。さあ20丸峰で鉄板。まあちょっとねまだねレース走ってるの見てないんでね、このエンジンで一抹の不安はあるんですけれども、もう峰選手がインコース入ったらしゃあない、もう峰から行きます。そして対抗、原田幸也選手、ブス島選手です。ブス島選手今日も狙いたいと思います。昨日同様5コースです、5号艇ですからね。いや昨日ほんといい足してたんで、なかなかどうしてやっぱトライアルセカンドの選手の方が有利なイメージはあるんですけど、昨日の走り見たら全然ブス島選手のエンジン通用するんじゃないかなと思ったんで、ということで買い目124、125、214、215幸也選手の差しですね。そしてブス島選手もうこれまくり差し512、514この6点です。まあ5頭だったら結構つくと思うんですけどね、この6点で僕は勝負したいと思います。当たんないかな。あ、当
高橋君、ごめん、ちょっと12レースも教えてよ。もう12レースもですか？そうです、12レースはですね、僕次男坊なんで2号艇の原田幸也選手から行きます。え、今日はその作戦で押し通すの？はい、押し通させていただきます。幸也選手からだったらそこそこいい配当になりますよ。はい、後輩狙いで行ってみたいと思います。わかりました。今日もありがとう高橋、またよろしくね。はい、おやすみなさい、バイバーイ。俺の予想よりも息子たちに聞いてった方がいいのかな。いや、こうやってね、自信なくしてちゃダメなんですよ。はい、ギャンブラーはね、立ち直りだけは良くないとね、やってられないんで、今日もちょっとひるまずにね、攻めていきますよ。予想、皆さんに予想してお見せしてるのは11レースと12レースなんですけど、毎日全レース買ってんで、今日もちょっと全レース買わなきゃいけないんで、これからちょっとお勉強タイムなんで、さあ、ということで、さよなら、さよなら、さよなら。みんな頑張ってね。勝つぞ。